様です。お疲れ様です。撮影は去年新チームにした小樹です。今日は相手どこですか？今日はマンユナイテッドの試合をしに今向かっています。初戦の練習試合を西間違えて、あ、場所間違えたので早めに行くようにしています。今まで試合自分で行くってことなかったからね。確かに。そう、大型バス、大型バスだね。今日天気あんま良くないですね。試合目なんだけど、1試合目に、ね、場所間違えちゃってちょっとしか出てない。でも今のところどっちも半分ずつぐらいしか出てないんで。なるほど。はい。まあ、少しずつ、で今日僕がちょくちょく少しずつ場面場面これ撮影してきますね。よろしくお願いします。寒いっすね。クロモアパークですね。いってらっしゃい。Where's you? Relax, huh? じゃあ、ゆうさん入りました。18番。速攻チャンスだよ、フリーキック。速攻チャンス。行きますね。ゆうさん走ってますね。せや。お疲れ。ゆうさんね、 YouTube。 ゆうさん YouTube ですか。お疲れです。今日も走ってたね。めちゃくちゃ走った。早かった。マジできつかったっす。どうやった？今日は初めてなんですよ。そうなんです。マジで緊張したですね。マンリーユナイテッド、マジでワームリーです。0対0だったけど、左サイドバックも左サイドバックやったことなかったんで、まあ、ここからちょっとずつユーさん走ってますよ。ユーさん走ってるね。すごいですね。すごい意識だよね。マジですごいです。やっぱあれだけの意識やから、あれだけ長い間 J リーグでプレーできるのかな。でもせいやもうスプリントめちゃくちゃ速かったよ。いやマジですか。いやもうそれしか取り得ないです。いや前半めちゃくちゃ中に行ってたから、はい、後半縦行けたね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、マジでそれアダムに言われたっすね、監督に。中行ったから次外行けって言ったね。よかったっす。あれ布石になったね。布石になったっすね、うん、
ゆうさんめちゃくちゃがむしゃらにやってたね。はい、ゆうさん。いや、ああやってゴールこじ開けるんやな。一発あのキーパーの上から叩くんちゃう思ったっすけどね、あれ。すごいな。これちょっと一発いくんちゃうと思ったっすね、一瞬。あの、また見に行くわ。はい、あの。お疲れ様でした。お疲れ様です。あのままがむしゃらにゴールこじ開けると思ってました。いや、そこで日本だったら引くけどさ。しっかりスライディングからさ、もらいに行っちゃったけど、いやヘディングキーパーより上から行きそうでしたね。ね、もうちょっとまあ慣れれば、ボールが集まってくれば本気となりそうなんだけど、進行しようも慣れないしね。まあまあもうちょっと気持ち上がれば出れるかなと思うんだけどね。とりあえずこのまま試合の様子伝えていきます。お疲れ様でした。お疲れです。